ルクセンブルクフランは1854年から1999年にかけて使用されていたルクセンブルクの通貨。効果紙幣はユーロに切り替えられる2002年まで流通していた。1999年から2002年の間はユーロ効果紙幣が発行されておらずフランはユーロに対して1ユーロイコール40.3399フランで計算されていた。また、 フランの一百の補助単位として、3チームが使われていた。1999年から2001年まで、義務、金則なしの原則のもと、金銭上の取引は、ユーロやフランで行われていたが、現金での支払いは、ユーロ紙幣、硬貨が発行されていなかったためフランで行われていた。革命とナポレオン期のフランスが、西ヨーロッパの大部分を占めたことにより、 フランスフランがこの地域で広まっていき、それにはルクセンブルクも含まれていた。その後1815年に、ネーデルラント連合王国に加わると、ルクセンブルクでは、オランダギルダーが通過となった。ベルギーがネーデルラントから独立したことを受けて、1839年に、ベルギーフランがルクセンブルクにおいて導入され、その後1842年に流通が停止されるが、 1848年から再びベルギーフランが使用されるようになった。1842年から1848年にかけてはルクセンブルクがドイツ関税同盟に加わったことからプロイセンターラーが使用された。1854年、ルクセンブルクはベルギーフランと投下である独自のフラン通貨の発行を開始した。 ルクセンブルクフランは1865年にベルギーフランと合わせる形でラテン通貨同盟に加わった。1926年にベルギーがラテン通貨同盟から脱退するが、1921年のベルギー・ルクセンブルク通貨同盟は維持され、1932年のベルギー・ルクセンブルク経済同盟の基礎となった。1935年、ルクセンブルクフランと ベルギーフラントの交換比率が改定され、1ルクセンブルクフランイコール1プラス14、ベルギーフラントされた。1940年5月、4フランイコール1、ライヒスマルクで固定され、同年7月には10フランイコール1、ライヒスマルクとされた。1940年8月26日、ルクセンブルクにおける、法定通貨にライヒスマルクを加えることが発表され、 1941年1月20日には、ライヒスマルクが唯一の法定通貨とされたことを受けてフランは廃止された。1944年に、ルクセンブルクフランが復活し、ベルギーフランとの間で再び1、1での交換比率で固定された。1999年1月1日、ルクセンブルクフランは1ユーロイコール40.3399フランで固定された。 2002年1月1日には、ユーロ効果紙幣が導入され、従来のフラン効果紙幣については、同年2月28日に法的効力が消滅した。ルクセンブルクフラン発の効果は1854年に2、2プラス1に5、13チームの額面で発行された。1901年、53チーム、13チーム同化が、白同化に切り替えられた。 1915年から1916年にかけて、5、10、25、3チーム童話が、ドイツの占領軍によって発行されたが、第一次世界大戦の1924年には、戦前の白童話と同じ額面の鉄火が、1フラン、2フランに行けるかと、同時に発行された。フラン硬貨には、ボンポアと刻まれており、つまりこの硬貨は1フランの価値があるということを、 示している。この文言は、同時期のフランスフランやベルギーフランにも見られる。1929年、ルクセンブルクは18世紀末以降で初となる、銀貨として5フランと10フラン硬貨を発行する。1930年には、従来のものより小さい5フラン、10フランと25、3チーム同貨、53チームニッケル貨を導入する。 第二次世界大戦前で最後に発行された効果は、白銅の253チームと1フラン効果で、それぞれ1938年と1939年に発行された。戦後初めて発行された効果は1946年に導入された253チーム銅化と1フラン白銅化であった。これらに続いて1949年には5フランに行けるかが発行された。 1950年に導入されたベルギーの1フラン効果に合わせるために1952年にルクセンブルクの1フラン効果の寸法が小さくなった。この変更以降、すべての新しいルクセンブルクの効果の寸法と材料の配合は1964年に導入されたベルギーの2 5ンチーム効果を除いてベルギーフランの同学面のものと統一された。 1971年には10フランニッケルカが導入され、その後1980年に20フランどうか、1987年に50フランニッケルカが導入された。第一次世界大戦前、紙幣は、ルクセンブルク国際銀行と国立銀行によって、それもターラー、マルク時折フランの単位で発行されており、1フランイコール、 80プフェニヒの交換比率とされ、2通貨での紙幣とされた。1914年に、財務省紙幣が発行された。最初の版ではアフランとマルクの両方が記載されていたが、ドイツの通貨単位が記載された、ルクセンブルクの紙幣は、この版のみで、この時発行された額面は1、2、5、25、125フランだった。1919年、 財務省紙幣の第2版が発行され、この時53チームと500フラン紙幣が導入された。1923年には、ルクセンブルク国際銀行が1980年代まで使用される複数ある種類の中でも最初の100フラン紙幣を発行した。1932年には50フラン紙幣が、1940年には1000フラン紙幣が導入された。 1944年にドイツから解放されたことによりフランが復活し、その際に5、10、20、50、100フランの新しい紙幣が導入された。1949年に5フランが、1971年に10フランが、1980年に20フランが、1987年に50フランが、それぞれ紙幣から効果に切り替えられた。 1985年、ルクセンブルク通貨機構はそれまで政府が言ってきた紙幣の発行を引き継ぎ、第二次世界大戦後初となる1 0 0フラン紙幣を発行した。その後100フラン紙幣を1986年に、5000フラン紙幣を1993年に発行した。ありがとうございます。